マニュアルって何なんだもう。え、マニュアルで取れない。取れません。そんな弟子育てた場合はない。はい、今日はマニュアル設定で簡単に写真が撮れる方法を教えちゃいます。はい、まずカメラは会社に例えられるかなと思います。 F 値はですね、ここですね、これはボケ担当になります。今回は F2.8 にしましょう。そしてシャッタースピード、シャッタースピードはブレの部門ですね。こちらのブレは今回は100分の1にしましょう。そして ISO 感度、これは明るさの部門ですね。このような形で明るさを変えれるのですけども、こちら今回は640にしましょう。あとはピントだけ合わせることによってこのような形で写真が撮れます。マニュアル設定でも簡単に写真を撮ることができます。どうだった？会社に例える必要ありました？会社はちょっと分かりやすいかなと思ったんだけど、何にもかかってないですよね。例える必要がなかったですよね。なんかすごくうまくいったと思ったんだけどな。とりあえず F 値とシャッタースピードと ISO 感度で、 ISO 感度が最後に合わせればいいですね。そうだね、ちょっとあれ上げすぎるとね、ちょっとノイズが入っちゃうんだよね。まあ、でも人の好みとかもあるんですよね。好みもある、ある。ノイズが好きな人もいるしね。ありがとうございます。お、一応お礼だけはちゃんと言っとこうかな。初めてお礼言われた気がする。